トータルフィードバック。トータルフィードバックをご覧の皆さん、こんばんは。フォートレーシーハイドとフリクロームのエウレカとフォーカスの柳川です。本日はザ・フローリストのお二人に来ていただいてます。軽く自己紹介をお願いします。ボーカルギターの今村です。よろしくお願いします。ギターの篠です。よろしくお願いします。フローリストといえば、90年代の有形手芸を基礎としたようなところにエモっぽいリフとかキメとかが入る印象なんですけど、今回リリースされたアルバムはエモ感が強めな作品になっている印象でした。で、アルバムのリリースがということなので、リスナーの方に注目してほしい聞きどころみたいなことをお聞かせいただいてもいいですか。なんかもともとそれぞれが、元なんとかみたいなメンバーの集まりではあって、もともとのやった背景が、エモだったり、ギターバンドだったりとか、もうちょっとハードコア寄りだったりとか、そういうところだったんですけど、フローリストなんてその時はすごくシューゲーザーとか、ポストパンクのエールみたいなところをやりたいみたいなところでやったんですけど、だんだん、もともとやってたものを出して、いいっていうか、出したかったっていうのと、あと自分たちを聴いてる海外インディとかも結構そういうエモ感とかシュウゲイザーが混ざった感じとか出してるバンドが多くて、すごい自分たちの指針になったとか、同じ感じとか考え方だなって思って、そういうところを結構全面出して、ちょっと今までよりはオルタナティブよりっていうか、そういう内容になったかな。で、今回のアルバムのタイトルのインカルトの意味、どういう意味なんですか？これはなんかカルトが結構、悪い意味だと、例えば宗教的だったりとか、多分そんなイメージもあると思うんですけど、なんか割とこれを信じてついてきてもらっていいよみたいなとか、俺たちに任せてくださいみたいな、俺たちについてきてくださいみたいな意味をとして使ったっていう感じで、もうこの作品とかこの流れに僕らについてくださいっていう意味を込めつけてます。信者になってください。まさにそういうことです。そういうことです、はい。今コロナ禍ということで、このご時世に楽曲を作った上で、例えばその時世を反映しているようなところだったりとか、あとはそういうエピソード、楽曲のネタはもともとコロナ前からこういうオルタナティブな方向を出したいとか勢いを出したいみたいなのがあったんですけど、歌詞とかは結構そのレコーディング間近に入ったのもあって、コロナに入った時とかもかぶってて、結構今でこそ普通になったんですけど、例えばソーシャルディスタンス気をつけてくださいとか、なんかもう今でもマスクっていつまでするんだっけみたいな雰囲気とかってあると思うんですけど、なんかそういうので、なんか今までのことが当たり前のことがなくなっちゃったみたいな、ライフスタイルが変わってしまったとか、なんかその例えば距離を取ることによって、実はもう心の距離とかも元に戻らなくなっちゃってるんじゃないかみたいなことを結構歌詞には込めていった。憂いとかそういうものがすごくたくさん聞こえてきたイメージなんですけど、音像的にも特にギターの音なんかは揺らぎの音がすごい重なってくるようなイメージで、二人ともギタリストでおっしゃっていて、そのあたりこだわった音作りの音がちょっと伺ってないですか？サウンドはそうっすね。なんかそのオルタナティブっていうのがテーマであったので、ちょっとアグレッシブめにはしたいっていうのもありつつ、でも透明感みたいなのを失いたくなかったので、そのバランスを模索しながら作ったんじゃないですか。すごく薄くクリーントーンだなと思ったギターについて、すごく薄く揺らいでたりだとか、すごく細かく作られてるな、聴けば聴くほど噛めば噛むことの感じが出るじゃないですけど、何回も今回アルバム聴いてすごく思いました。ドラムの音が
結構全体的に硬い雰囲気だったんですけど、それはやっぱりニューウェーブな影響なんですよ。どうなんですかね。なんかでもドラムの音は全然悪くはないんですけど、シューゲーザーのまあクラシックなシューゲーザーって結構ドラムの音遠かったりとかするじゃないですか、うんうん、なんかよりは前面に出してまあ本当にリズムが合ってる感じとかそういうのは出したかったって感じです、うん、レコーディングで使用された変わった機材とか多分見てる皆さんバンドにすごく興味のある方が多いと思うのでちょっとマニアックな質問です。機材とか紹介したいものとか教えていただけますか。あるかも。使いましたっけ。あれ買ったぐらい。なんかストライブ。ああ、そうですね。でもそれもスタンダードですよね。うん、何でしたっけ、ブルースカイ。ブルースカイっていうのが青いやつがあって、まあ、それ買ったから、そのモジュレーションのリバーブを結構対応してて、多分そこは揺らぎになってます。で、なんか自分も初めて使ったんですけど、なんか思ったりいい感じだったんで、なんか今回ディレイあんま使わなかったんですよ。もう全部、その空間的なものは全部リバーブに任せちゃって。なので、まあそこがファースト、セカンドと全く違う音作りですから。あ、思い出しました。思い出しましたじゃないですけど、5曲目の The Distance っていう曲のイントロっていうか全体のフレーズになってる繰り返すアルペジオがあるんですけど、あれはなんかスタジオにあった昔のなんかボスのテイクエコンでなんかありますスペースエコン、あ、なんかヘッドみたいなもん、はいはいはい、あれです。あ、なるほど。え、アナログのやつですか。あ、そうです。テープが中でグネ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 、あ、そうです。あれを使って、使いました。めっちゃ思い出しました。あれいいですよね。 あれです。レコーディングはどれぐらいの期間で行われたの？全体鳥だけだったら、1週間前ですか？歌わせて9日とか。おお、結構キュッと。そうですね。演奏がきっとうまいんだ。そうですね。まあ何回やっと変わらない。2回やってダメだったら諦めるって。なるほど。潔いですね。エピソードとか、決めた的なものがあれば、お伺いしたいです。決めた、これ前も言ったんですけど、ちょうどなんか、斉藤聡馬さんっていう人の声優さんなんですけど、のアルバムの収録曲の、アレンジと演奏の依頼が被っちゃった、来たとか、なんか、それと並行してやってる感じで結構、なんかそういっぱいいっぱい感はあった。なんかそのこれ撮ってたことを思い出そうとしたんですけど、記憶がなくて、なんでかなとスケジュール見たらなんかすごい詰まってる。斉藤聡馬さんのアレンジとこのアルバムのレコーディングと、あとこれ個人的なことなんですけど、引っ越しとかいろんなものが映って、仕事がめちゃくちゃ被ってて、それは記憶なくなるよな。なんで複雑な感じっていうか、フローリスのアルバムを作りつつ、なんかこう依頼された曲のまあその曲が目指す方向をアレンジしたりとか、まあ演奏を録音したりとかもしていくみたいな感じで、ちょっとそうですね、いっぱいいっぱい感あります、ね。最後に今日のレコ発ということですけれども、今後の活動のご予定と、あとファンの皆さんにメッセージいただけたらと思います。お願いします。はい。3月に、このインカルドというアルバムをほぼほぼ再現するような形でライブを予定してますので、そちらもご覧いただけたらありがたいです。あと、この作品は結構、まあ、今までの中で一番勢いがあるかなって思っているので、まあ、ライブも来てほしいし、ぜひ楽しんでいただけたらありがたいです。今日はありがとうございました。それでは引き続きトータルフィードバックをご覧ください。バイバイ。